ローマの信徒への手紙8章35節。 誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。観難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。詩篇38編、10節から13節まで。私の死を、私の願いはすべて見舞いにあり、嘆きもあなたには隠されていません。心は動転し、力は私を見捨て、目の光もまた去りました。 疫病にかかった私を愛する者も友も避けて立ち私に近い者も遠く離れて立ちます。詩幣38編22節から23節「主よ私を見捨てないでください私の神を遠く離れないでください私の救い私の主よすぐに私を助けてください」。 コロナに負けない信仰と題してお話をさせていただきます昨日お医者さんからレクチャーを受けまして、正しいマスクの使い方というのをご存知でしょうか、よくこういうふうに私は顎にしているんですけれども、これは全然意味がありません。時々見かけるのはこういうふういふに 口にして鼻を出している人もいますが、これもマスクの意味がありません。マスクはちゃんと鼻から口にかけてするようにということでした。もう一つ教わったことは、よくマスクをしてて、こう、触る人がいるんだけども、ここにいっぱいこうウイルス菌が、いろんな菌が、雑菌がついていますので、絶対マスクの表面を触らないようにということを教えていただきました。 先週の礼拝の後大見平安協会では参加者で話し合いを行いました。その結果、コロナウイルス拡散の危険性を避けて、本日の礼拝は中止となりました。第 2, イースター第2週のイースター12日と、第4週の総会があるとき、教会総会の26日のみ、短縮系で礼拝を持つことが決定されました。 そこで本来ならば、今日行うはずの私の担当のメッセージは、今、ここでですね、空っぽの教会の礼拝堂で、私が原稿をお読みしているという形になります。もちろんですね、話し合いの時にいろんな意見が出ました。毎週欠かさず着ている礼拝がなくなるということは困るというご意見も出ました。またマスクををししてて礼拝時間を短くして 換気をしししなながらしたら工夫したたちゃううかというふうなご意見も出ました私自身その話し合いに参加していて改めて感じたことは人が危機的な状況において物事を判断する時にその人はどのような情報に基づいて物を言うているのかあるいは自分たちの今の状況がどうであるのかという位置確認ですね。 これが共有することが大変大事ではないかということを思いました。今回の異例の措置は、1週間前には考えられなかったことです。しかし、この教会があります安市に感染者が出たということ、また、イタリアで感染者の葬儀に関わった司祭、何人も亡くなっておられる。そしてまた、 アメリカのニューヨークの病院、あの大都会のニューヨークの病院でさえも、そしてまた東京でもそういうことを聞きますけれども、医療機材の不足、医療従事者の不足、医療崩壊が行われ始めているということは、まあ、とても事態が深刻であるということを示していると思いました。えー なんでイタリアがあんだけああいうひどい状態になったのかなということを知ったんですけどもイタリアはおじいちゃんおばあちゃんとおー孫さん世代が一緒に住んでるあるいは近くに住んでるだから日常的におじいちゃんおばあちゃんに若い人が接触する場合が多いらしいですね。でですすからまあお年寄りが大事にされてるんですけども、えー 感染している若い人たちは自分が発症しないんだけどもおじいちゃんおばあちゃんに移してしまうということがあったらしいです。まあ、今回の判断ですがとりわけ私たちの近江平安協会はご高齢の方高齢者と障害を持った方が多い比較的多い協会ですご病気の方が多い協会ですので、えっと、免疫力というのが高くありません。 ですから今回の判断にはそのような状況もかなり加味されていると言えると思います。神様から招かれた礼拝をですね、人間の都合でどうこうするということではなくて、やり方、工夫において、神を賛美して、福音の意味を問い直すという、今、この時を試練として捉えるべきではないかと思いました。だから 礼拝中止という言い方は正しくなくそれぞれがそれぞれの場所で例えば家庭で礼拝を守るというふうに言い換えた方が良いように思いました私はこの期間毎日いろんなネット情報を見て、えー、コロナウイルスが今どうなっているかということを気に留めておりました特に私が気に留めた記事がいくつかあります一つは手の洗い方について ウェストミンスター大学の聖歌隊がですねこういうふうな礼拝堂の中で実演付きで示している手の洗い方がとても参考になりました私たちが教会で、えー、礼拝の最初に歌う賛美歌24番礼拝堂でこれを英語で4人の聖歌隊のメンバーが歌っています赤いガウンを着て賛美歌の歌い始めから歌い終わるまで美しいハーモニーを響かせながら潜在を 使って手を洗っている動画がとても参考になりました結構長い時間手から指腕まで丁寧に洗いながら手を賛美するやり方は秀逸だなと思いましためんどくさがりで不信仰な私にはぴったりの動画でしたたたえよしのたみこんな感じが続くんですね もう一つの情報で注目しましたのは、ロックグループ、XJAPAN の吉 o さんが、ノーベル生理学・医学賞受賞者である、山中信也教授とコロナウイルス対談を行っていましたアメリカのロサンゼルスのスタジオから放映される吉木の番組に、山中教授がゲストで日本から出演した形で録画されていたものでした。 そこで語られていた大切な考えは、怖がりすぎるなということ、しかし油断はするなということでした。ロックミュージシャンが医学博士とジャンルと国を超えて話し合っている姿も、コロナという未曾有の体験に対する新たな力の合わせ方として心強いものがありました。このお二人は京都のお蕎麦屋さんで出会って友達になったそうです。 怖がりすぎるな。闇雲に思考を停止して自分のことだけを考えて買い占めに走ったりあらゆる規制外からの規制を当然自明のこととして管理的な社会にもっともっと管理的な社会になっていくことに苦味しないということにつながると思いました。また油断をするなということは コロナウイルスの特性を見極めてやってはいけないことを認識し爆発的な拡散を阻止するということにつながりますいやまだ大丈夫や大丈夫やみんな集まろうぜいや大丈夫や大丈夫や遊びに行こうぜという傾向があるとしたら大変危険なことです今非常に困難を極めているニューヨークやイタリアやフランスの 2週間前3週間前の状態がそうであったということをよく聞きます密室や多人数や濃厚接触を回避するという基本的な行動の重要性がありますまた山中教授はご自分のブログで今回のコロナウイルスとの戦いはマラソンのような長期戦であると警告を発し共感を得ています山中さんはこう言います 今年のお花見は見送っても生きて来年のお花見を期待しましょう今年の花見はできんでも我慢して生きて来年の花見をしましょういい言葉だと思いますもう一つ私がとても大事だなと思ったのは日本赤十字社が3月26日付で出していた新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう 三つの顔をしろう、負のスパイラルを断ち切るためにという情報です。一つ目の顔は、病気そのものとしての顔です。感染者との感染で、風邪症状、そして重症化して肺炎を引き起こすという顔です。第二の感染症としての顔は、不安と恐れです。わからないことが多い中から、恐れが心の中で膨らみ、 気づく力聞く力自分を支える力を弱めてしまうそして瞬く間に人から人へ伝染していく顔を持つというんですねそして第三の感染症としての顔は嫌悪偏見差別です不安や恐れは人間の生き延びようとする本能を刺激し ウイルス感染に関わる人や対象を日常生活から遠ざけたり差別するなどという人と人との信頼関係や社会のつながりを壊していくというものです3月11日に出たさいたま市における朝鮮幼稚園にだけ新型コロナウイルスの感染防止措置としてのマスク配布がなかったという件などもこれにあたると思いますまた 感染をした大学生が勤めているアルバイト先がどんどん閉店,店を休業していくと、それは保健所の指導のゆえにそうなったのでしょうか、あるいは自主的な規制であれば、それは大変問題だと思います。ある意味、社会的制裁と言えるのではないでしょうか。感染者に対する差別排除が広がらないことを祈るばかりです。そういうい中 神戸改革派進学校の吉田崇校長が改革派教会に向けてウイルス化についての神学的考察という論文を3月21日に発表されました。これはクリスチャンにとってとても参考になるものです。考察はキリスト社が歴史上のパンデミック世界的流行病をどう捉えて行動してきたかということを振り返り 今を生きる私たちに慎重な指針を与えてくれています。それは一般的な公衆衛生、社会生活の配慮といったレベルとは違う、神学的考察といった大きな信仰の柱に支えられているものでした。つまり、聖書を読んでいくと、災いを治めてくださるのも神様であることがはっきりと示されているというのです。 そして人々は礼拝で祈りを捧げて、災いを主が治めてくださるようにと願ってきた歴史があるというのです。ヘブライ語聖書、旧約聖書サムエル記の下24章25節には、このように書いてあります。そこに主のための祭壇を築き、焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げた。主はこの国のために祈りに応えられ、 イスラエルに下った疫病は病んだまた歴代史下巻20章9節にはこのように書いてありますもし私たちが裁きとして剣疫病基金などの災いに襲われたならこの神殿にこそ皆がとどめられているのですからこの神殿の前で見舞いに立ち 苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びますあなたはそれに耳を傾け救ってくださいこうありました、えー、今日 NHK の第二放送ラジオの第二放送で同社大学進学部の教授小原勝弘教授がこのコロナについての 考察を仏教者の方と30分間8時半から9時まで対談をされていましたこの中にも大変洞察の深いお話が聞くことができました人間の長い歴史の中でどういうふうにして人間はこういう大病疫病と過ごしてきたのかその中にあって信仰をどういうふうに保ってきたのかということがお話しされていました 今日の朝、聞き逃した方は今度4月12日の日曜日午後6時半から7時まで再放送があるのでぜひ聞いていただけたらと思います信仰を持つ者がこのコロナの中でどのように生きて自分たちの信仰を求めていくのかということが非常に分かりやすく語られていましたつまりキリスト教の長い歴史の中から中世のペストなどの経験に照らして 教会には役割ががああるるととといいうう自覚が必要であるということでこすたとえ教会での礼拝が持てなくなったとしても私たちはそれぞれの場所で神を賛美し祈り礼拝をささげることができます本当に真剣に祈り生活の指針を得ることができますこの恵みに感謝したいと思います不安や恐れの中 私たちの心は縮こまってしまったり、人に対して不寛容になったり、いらついたりしがちですけれども、その不安や恐れを平安に、希望に変えるのが、私たちが持っている宗教の信仰の力、行いであると、それぞれが紡いでいく大切な局面に、私たちは生きているということだと思います。今回、私をそのような思いに引き戻してくれたのは、教え子、 N 君との再会でありました N 君は私が小学校職員として赴任した頃の生徒ですから今はもう彼は40歳を超えた、まあ、50歳に近いおっちゃんです軽い障害があってそのために関連の中学校に進学することができませんでした私にとっても苦い非常に痛い重い経験です今彼は廃品回収の仕事をしています 首から家の鍵を下げて自転車で空き缶を集めて街の中を回っています。仕事のない時はよく駅にいます。駅の切符売り場のところでたたずんでいる彼に出会うことができます。会えば必ずお互い近況報告をしてお腹が空いている時には一緒にパンを食べます。先日久しぶりに会った時に 小学校の時のクラスメートの K 君が心不全で急死した、亡くなったということを悲しそうに私に告げに来ました。K 君は N 君ととっても仲良しでした。N 君はあまり友達がいませんでしたから、K 君は N 君にとってとってもとっても大事なお友達だったです。その N 君に、K 君のお兄さんからる、 病院から電話があったそうですお母さんと二人でご遺体に会いに来てほしいということですぐに駆けつけられましたその時たった一人の家族である弟を亡くしたお兄さんは N 君とお母さんの前で号泣されたということでしたそれらのことを私に告げた N 君はその日僕にお願いがあるというのです クリスチャンとししててあんんんだけけ悲しんでいいるおお兄さんを放っておけないもう一度会って慰めてあげたい鳥居先生は担任じゃなかったけど一緒に行ってほしいということでしたお兄さんは N 君のお母さんに障害者でコミュニケーションがうまくできない N 君が一人で来られても困る対応できないので一人ではもうこんといてほしいと言われたそうですこのコロナ騒ぎと 年度代わりのいろいろな手続きの中、めんどくさいなと一瞬思ったけれど、そんな思いを一瞬でも持ってしまった私自身、我が身を恥じて N 君と一緒に、元職場の小学校の職員室を訪ね、卒業アルバムを見せてもらい、確認して、どの先生が N 君と K 君と K 君のお兄ちゃんと関係していたか。 その先生を探し当てて同席してもらってお兄ちゃんの家を弔問すればいいということが調べに行くことができましたそのやり取りの中で私自身がこのコロナ騒ぎの中心が萎縮し小さく縮こまっていたその心が耕される思いとなりました「確かにコロナは怖いです」「忙しい中」 めどの立たなないことにに付き合う時間は気になります。でも今私ができる一番大事なことを選んだ時に全ては添えて与えられるということを実感しました N 君にとっての K 君という親友の存在の意味その2人の交友を大事に思う弟を思うお兄さんの思いその人の大切にし合う心と心の間 命の響き合いのただ中に必ずや神様はいてくださっていると確信したのでしたロマン書8章35節にはこのような言葉があります「誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう」「困難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か」また詩偏38編 22節と23節にはこのように記されています。主よ、私を見捨てないでください。私の神を遠く離れないでください。私の救い、私の主よ、すぐに私を助けてください。ご存知のように、私たちの神様は単に主よ主よと叫んでいればいいというふうにはおっしゃっておりません。 形だけの礼拝を捧げたところで本当の喜びは得られませんこのコロナウイルスという大きな脅威の中を日々生かされて生きていく中主が望んだ生きた礼拝愛と奉仕の生き方の中で共に生きていく三国の実現を目指したいと思うものであります恐れずに侮らずに 寛容の心を持って時に蛇のように時に鳩のように励まし合ってこの難局を乗り越える強い信仰を取り戻したいと思いましたきっとそこに主が用意された新たな風景が開けてくるのではないかと思います今私たちが飲めない苦い水をきっと神様は一本の木を入れて甘い飲める水に 変えてくださることと思います。今日からレント、イエスキリストの受難週が始まろうとしています。このメッセージを用意してくれ、用意しているときに、私の古くからの友である榎本空さんが一冊の本を翻訳したものを私に送ってくれました。誰にも言わないと言ったけれど、ジェームズ・ H ・コーン、黒人神学と私。 この本本は素晴らしい本ですもう読み出したら引きつけられて目を離すことができなくなりましたつまりユニオン神学校で初めて黒人神学という講座を持ったジェームズ・コーンが彼自身がなぜその神学を書いたかそしてその神学に対する風当たりの強さその中でどういうふうに彼は生きてきたかということを証ししている本ですとりわけ 今日この受難衆にふさわしいなと思うところを1箇所だけお読みいたしますジェームズ・コーンも黒人神学を抗議する中でまず最初に白人の進学者たちから徹底的な批判にさらされます批判はまだましというか無視されますそして次に彼が 批判の声を浴びせられたのは、ユニオン神学校の白人のゲイの学生から、コーン教授に、あなたはゲイの同性愛者の悲しみが分かるのかっていうふうに、鋭く問い返されます。そして次に、黒人の女子学生から、コーン教授に、黒人の神学の中で女性についてあなたはどう考えているのだ。 ととといいうここを厳ししくさされたことが明かしされたがていますそして、コーン教授は批判はとても大事であると、批判を乗り越える中から、とっても救いの技、イエスの死と十字架に関する認識が深まったということを書いておられます。 救いとはイエスの宣教のビジョンと彼の復活によってもたらされたものであって、血の滴る十字架に救いはない。神学者や説教者、そして一般のクリスチャンはイエスの受難を賛美することをやめなければならない。それは悪以外の何者でもない。と、その黒人女性、ウィリアムズは論じる。 ジェームズ・コーン博士は書きます。進学者として私が経験した何よりの幸せは批判を受けたことである。もっとも当時はそう感じることはできなかったが、批判を受け入れるのは辛いことであるが、それは必要な事業なのだと考えればいい。批判者がいたからこそ私はより深く、より明晰に思考することができ、また自分に甘えずに済んだ。彼らのおかげで私はいつも気を抜くことなく、この50年近く、炎を燃やし続けることができたのだ。 批判者をを与えてくださったことを神に感謝しななけければいけない私たちがイエスの受難十字架上の受難を覚える時語る時その受難によって私たちはあるいは人類はノンクリスチャンの方たちはどのような影響があるのか単に十字架上でイエスが死なれたと。 ということをそのことはありがたがる食材の信仰にとどまっていいのかどうか本当にリアルにイエスの死と復活をこのコロナの吹き荒れる中に共に祈り考えていきたいというふうに思いました一言お祈りいたします在天の主なる神様皆を崇めて賛美いたします今日はこうして共に神様を礼拝する時を与えられましたことを感謝いたします どうか、私たちの一日一日が、不安の中にありますけれども、恐れの中にありますけれども、どうか、心を縮こませることなく、広やかに持って、愛と、奉仕に生きることができますよ。うにあなたから与えられた命を共々もに、尊重しあって、生きていくものでありますよ。うに今、この大変な状況の中、病と、戦っている友の上に、神様の豊かな守りがありますよ。うにまたそのために、 ロークしている医療従事者の上に神様の豊かな守りがありますように世界が人類がこの大変な感染力の強い病をどうか一日も早く克服することができますようにあなたから与えられている試練の意味を感じることができますように一言の感謝願い祈り尊き主スキリストの皆を通して見舞いにお祈りいたします。アーメン むくと。